からの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに。ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだ、この島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のお菓子の嵐の時に降ってきた氷みてえだろ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだ、ルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブラック、おい、ブルック、ゾロー、ナミー、ブルック、ナミさーん、ナミー、ブルック。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それに
サニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、よし、行こう。ナミスワン。サンジ、いたか、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲もない空から落雷。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパ。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。波さん、今行くからね。よし、行くぞ。道がねえ、ルフィ、反対側だ。おっとっと。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。やるか。てめえの覚悟はで、おりゃ。キャプテン俺とやるよ。ハンマー。マナーがなってねえの。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。おお、サンジ、飯。なんで急に襲いかかってきやがった。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだよっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリング。この喧嘩、俺たちの勝ちだ。あいつら、海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出ていけと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。いやー！ウソップ！ウソップが食べられちまう！ウソップ！待ってろ！今行く！仲間に手出すんじゃねえ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。死なせない。俺が必ず助ける。これでみんな直せる。めまいが。お前らぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレット。
ちのクルーに何してくれてんだ。今行く。パーティーテーブルキックコース。だから言ったろ、俺は一人で平気だってよ。ウソップ、無事でよかったな。危ねえ、食われるところだ。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかった。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。ある、こっちにハサミ打ちか。上等だ。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。ブルジャンブプルミエールアッシュ。俺は諦めねえぞ。鬼殺火薬星。私の番ね。ドスフルール。グラップ。覚悟しろよ。Yeah!
さて、行くわよ。トレインタフルール。フリップ。任せろ。この飯。調子がいいぞ。よーし、全員俺についてこい。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。俺の体はサイボーグフランキー。ナミさん、みんなも一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩してる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。こう見えてなかなかやるわよ。ゴー。痛いって言ってるでしょうが。なんで私なのよ。サンダーボルト、テンポン！サササササビこれは気を抜けなそうな相手ね。ドスフルール。グラップ。サンダーボルト、テンポン！よっと。おい、お前
前下ろしちまうぞ。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ、ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカードスフルール。グラップ、トンショット、ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。マリモのやつには負けぬ。俺は勇敢なる海の戦士、力がみなぎ。ナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ち